オレクサンドル・ミコラユビチクチェルは、ウクライナ・ケフ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー。2000年に FC アルセナル・ハルキウでキャリアをスタート、させた。2002年に FC メタルルフドネツクに移籍。FC ハルキウ、FC、バナンツへのレンタルを経て復帰するも旧試合の出場に、とどまった。2005年、FC メタリスト・ハルキウに移籍。 2006年 FC シャフタールドネツクに移籍。2009年8月9日のメタルルフドネツク戦で移籍後初ゴール。2011-12シーズンのウクライナカップ決勝ではロスタイムに決勝ゴールを奪いタイトル獲得に貢献した。2012年9月4日の FC リナムキエフ戦ではゴールを挙げマンオブザマッチに選ばれた。2015年3月11日の UEFA。 チャンピオンズリーグ FC バイエルンミュンヘン戦で開始3分で大会史上最速となる一発退場処分を受けたスユペルリーグのカイセリスポルを経て2019年に母国のウクライナプレミアリーグの FC カルパティリビューで現役を引退した2006年8月15日のアゼルバイジャン代表との親善試合で初キャップ10月11日の UEFA ユーロ2008予選 スコットランド代表戦で初ゴール。2006から07シーズンから現役引退時まで FC シャフタールドネツク。ありがとうございます。